マリオ・フィゲーラ・フェルナンデスは、ブラジル・サンパウロ州サンカエターノとする出身の、サッカー選手。ロシアサッカープレミアリーグ PFC チェスカ・モスクは、所属。ロシア代表。ポジションはディフェンダー。AD サンカエターノのユースチームでキャリアをスタートさせた。2009年3月にはクレミオに移籍をするも、その数日後にホームシック、またはうつ病により失踪した。 サンタカタリーナ州のフロリアノーポリス、パラナ州のロンドリーナなどを転々とし最終的にサンパウロ州で発見された。発見後は病院へ搬送され1ヶ月間治療を受け退院。退院後、母のマリーザは自宅のある3階ターの土数からマリオが住む、クレミオ本拠地のポルトアレグレへと引っ越した。2009年6月28日、スポルチレシフェ戦でデビューした。 その数ヶ月後には、インテルナチオナールミラの FC バルセロナ、レアルマドリード、マンチェスターシティ FC、ユベントス FC など、なダチたるクラブから興味を示されたことがメディアで報じられた。2010年は SC インテルナシオナルとのクラシコで右肩を負傷して、手術したことからリーグ戦での出場は2試合に止まった。本来はセンターバックのポジションを務めていたが、 グレミオでは右サイドバックとして出場し、ルシオの後継者と目された。2011年には右サイドバック部門で、ボーラ・ジップ・ラッタを獲得。バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリード、AC ・ミランなど、各国リーグのビッグクラブから注目を集め、2012年4月下旬、ロシアのチェスカ・モスクワに移籍金1500万ユーロで合意し、5月4日に5年契約にサインして移籍をした。 2011年9月、アルゼンチン代表との間で行われるアメリカスーパークラシックで、ブラジル代表メンバーに選出されたが、個人的な理由から参加を辞退した。2014年10月14日に、シンガポールで行われた日本代表との親善試合で、代表初出場を果たした。しかし、以降は、ブラジル代表に招集されることはなかった。2016年7月13日、 ロシア国籍を取得。二千十七年四月よりロシア代表としてプレーすることが可能となり、十月七日の韓国戦でロシア代表初出場を果たした。自国開催となった 2018FIFA ワールドカップでは、前後試合に出場し、チームの快進撃を支えた。四強入りをかけた、準々決勝のクロアチア戦では、延長戦で2から2の同点となる代表初ゴールを、 上げた。試合は PK 戦までもつれ、3番手として登場したがこれを失敗。最終的に3から4で敗れた。2021年9月2日、w 杯欧州予選のクロアチア戦で負傷し、続くキプロス戦、マルタ戦を欠場した。9月12日のクラブでのアルセナル戦も欠場すると、翌日、クラブと代表の両立が難しいとして、 代表引退を発表した。ありがとうございます。